長原駅は、滋賀県長浜市西屋在町大浦、大浦ハブにある西日本旅客鉄道湖西線の駅である。駅番号は JRB11 アーバンネットアークエリアの最北端に位置する。西隣の牧野駅とは 7.1km 離れており、湖西線内では駅間距離が最も長い。以前は電化方式の違いから、 当駅から大見塩津方面へと抜ける普通列車の本数は少なかったが、鶴ヶ駅までの直流切り替え工事が終了したため、2006年10月21日に新快速を中心にした直通列車が増発された。当駅より先に行く列車は2.4両編成の列車で、6.8両編成の列車は当駅で折り返している。心臓車両をはじめとする。 阿ボ市総合車両所や水田工場からの試運転列車も原則として当駅で折り返しており、その一例として、京阪神の各駅停車用の321系や大阪環状線の323系も試運転目的で当駅まで実際に入線したことがある。また、2000年の一時期定期列車として201系が入ったこともある。駅名は建設当時の過小であった。 長原がそのまま採用されたが、地元の要望は、奥、琵琶湖であった。この名称を要望した理由として、長原村と塩津村の合併による、旧村意識を温存すること、また近くで建設している奥、琵琶湖、パークウェイや、その関連事業として、新しい観光地としての脚光を浴びる目的があった。ホーム島式ホームにメイン四線を有する地上駅で、あるが、森土の上に、 ホームがあるため、高価駅と似た外観となっている。片田駅が管理を行っている簡易委託駅となっている。駅構内には化粧室、交通系 IC カード専用簡易型自動改札機、乗車駅証明書発行機などが設置されている。以前は、越前花道駅のような無人駅が、2000年4月に、古地という名前のコミュニティハウスが併設された、ログハウス風の駅舎が建てられ、それ以降は、 簡易委託駅となっている。切符は、携帯型発見機によるレシート状のものであるため、一般的な自動改札機を通行することはできない。日中時間帯は上下線とも、新快速のみ1時間に1本が停車する。朝晩には当駅折り返しの列車もある。特に校舎は開業以来2006年10月20日まで。 京都方面からの列車を中心に多数設定されていたが、前節の東駅鶴ヶ駅間の直流化により激減した。23時前に到着する東駅泊まりの最終列車は、東駅で夜間対泊をせずに、到着後車内整理等を行い、大見今津駅まで回送列車で戻って対泊する。2008年3月14日までは、平日に東駅始発の大阪駅快速があった。また、 東駅始発の京都、大阪方面行き新快速は朝に1本、設定されている。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は、以下の通りである。滋賀県内の JR の駅では、最も少ない、西日本旅客鉄道 B 子再生新快速、快速、普通巻の駅、長原駅大見塩津駅。ありがとうございます。